皆さんこんにちは。絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。では697日目、リボルブ連続10回を連続3回挑戦ということでやっていきたいと思います。まあ今はやっぱりね、もう訓練とことん、もう反復練習するしかないと思いますし、やっぱり状態もね、こう腹筋の方に力を入れて状態を安定させるということも、まあ意識できるようにだんだんねなってきました。で、あとはね、こう安定していかにこうボールを蹴れるかっていうところなんですけど、まあね、まあやりながらやって、そしてまあ自分の動画見て上手い人の真似してっていうことでやるしかないのかなと思いますし、やっぱりまあその上手い人の真似をする、まずはこうなんだろうな、独自のこうアドリブじゃなくて、やっぱり真似から始めるっていうところがモデリングですかね。そこをやっぱりしっかりねやっていきたいと思うし思います。ということで、まあ昨日の雨と風で桜の葉っぱもほぼ 95% くらいですかね、なくなってしまいましたけれども、まあ新緑の朝ということで、まあ頑張っていきたいと思います。では行きます。やりましょうね。6分でいきます。なんかさ、こっち右側に行っちゃいますよね。なんでだろう。爪今取ったぞ今。
まあ、だんだんやっぱ回数重ねていくと安定しなくなりますね。うん。今のはなかなかうまくいきましたね。うん、さあ次。ということで、今日9回が2回ぐらいできましたね。うん、そうですね。まあそのまあでも良かったのがやっぱりその8回目とか9回目になってちゃんとね、なんつうのかな、状態安定させようとかお腹に力を入れようとかっていう意識がこうし続けてるっていうのは前とは違って。ちゃんと意識しながらやってるっていう、まあね、ちょっと回数的な結果はあの10回にはいかなかったんですが、まあなんだろう、安定してやっていこうっていう意識がこう続いてるっていうのがやっぱり自分成長したかなって思いました。まあ、あとはね、やっていくしかないと思うし、あの継続してこの意識を持ちながらやっていくっていうことなのかなとは思います。うん、なんかいい感じだとは思います。うん、自分でもね、まあ、そういう風にして、そしてあとなんで、まあ、継続できたのかっていうところを、そうなんだろうな、回数が成功できたのかっていうのも、まあ、考えていくっていうことも大事なのかなと思いますので、まあ、この動画をまた見返してやっていきたいと思います。さあ、じゃあ今日はこれでおしまいしたいと思います。いや、ほんと、だんだん新緑が、ね、綺麗になってきましたね。さあ、今日も一日、ね、まあ、昨日の自分よりもちょっとでも成長できれば、自分はそれでちょっとでも成長していきたいので、頑張っていきたいと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。お互い頑張っていきましょう。ありがとうございました。
失礼します。